カルージャは、アメリカ・カリフォルニア州サンフランシスコ出身の、テクニカルデスメタルバンド。2007年結成。これまでにザ・ブラック・ダリア・マーダー、カーニフェックス、ダイイング・フィータス、ビトウィーン・ザ・ベリード・アンド・ミーといったメンメンとツアーを行った。2007年に、高校の同級生であったアレックス・ホフマン、スコット・カーステアーズ、トミー・ローガン、ダム・ウィ・シンガー、 スリマン・アルゴンディアルの4人で結成された。同年6月15日、ウォールナット・クリークにて結成後初ライブを行う。彼らは最初にタイラント、バーディクト、シュライヒャー、インフィデルの4曲をデモとしてリリースした。当時の音楽性はベイエリアのハードコアシームに強く影響され、ライオン・ハート、フッツ、サフォーケート、ルーズ・ノンといったバンドと共演していた。その後、 ベーシストのダン・ウィシンガーとドラマーのトミー・ローガンが脱退。公認にベーシストのブランドン・ホーバーグと彼らの友人であったアンドリュー・ベアードがドラマーとして加入する。彼らは二つ目のデモ音源をバカビルの TWS スタジオで収録した。プロフェッツ、ブラックリスト、100 years from now が収録され、2008年1月にリリースされた。一年後、彼らはデビュー EP、 レオパーコロニーの制作に取りかかる。レコーディングに先駆けて、当初のボーカリストであったスリマン・アルゴンディアルを脱退させ、ギタリストであったアレックス・ホフマンがボーカリストを務めることになった。ホフマンの穴埋めとしてロブ・マラ・モンテがギタリストとして加入した。レオパーコロニーは、今日の彼らを特徴づける、テクニカルデスメタルや、ブラックメタル、そしてアトモスフェリックな要素が混合した。 音楽性の基盤となった。元旦に彼らはサンフランシスコのパンダスタジオにてサムプラと共にレコーディングを行った。この EP は2009年1月下旬にリリースされている。レオパーコロニーのリリース後、彼らは徐々に評価と知名度を獲得し、活動範囲を拡大する。メンバーの高校卒業後間もなく、バンドは初めて公式的にツアーを行った。 2009年から2011年の間に、ホールンフィギュア、ピクチャー・イット・イン・ルインズ、コンデムド、ディスクリート、カタレプシーラと共に定期的に全米ツアーを回っている。2011年、ファルージャはカリフォルニア発のユニークリーダーレコードと契約し、初のフルアルバムであるザ・ハーベスト・ウームズの制作に着手する。この作品では従来よりブレイクダウンなどのヘビな要素を抑え、 メロディックなリードやアトモスフェリックなコード進行を多く取り入れるなどしてファン層をより拡大させた。ファーストアルバムのリリース後、彼らはサフォーケーション、ザ・ブラック・ダリア・マーダー、セファリック・カーネイジ、コートホル、ヘイト・イターナル、スカラ・チンドイッチ、ハボック、パソロジーラに帯同しながら国内外の様々な公演に出演した。2013年5月、自主出版による EP、 ノマディック・ウィッチをリリース。この作品は、アンビエント的シーケンスや、クリーントーンのギター、ワーのバイアン・カムニョスによる女性ボーカルなどを導入し、アトモスフェリック・デスメタルと呼ばれる彼らのスタイルを決定づけたと言われる。2014年7月22日、セカンド・ザ・フレッシュ・プリベールスをユニークリーダーよりリリースする。同作品は、モビッエンジェル、 ザ・フェイスレス、ダイイングフィータス、ザイアートイズマーダーらと共に参加したサマースローターツアーでも販売された。ラウドネスウォーの犠牲者などの批評はあったものの、この作品は大きな賞賛を受け、成功を収めた。2016年、ファルージャはニュークリアブラストと契約し、4月29日にサード、ドリームレスをリリースする。同作品より、 女性ボーカルをフィーチャーした曲であるザ・ボイド・アローンの PV およびスカークイーンの演奏動画が公開された。2017年7月14日、アレックス・ホフマンが Facebook のバンド公式ページにて脱退することを発表した。ありがとうございます。